かけてます。そう、あんま、むしろもうなんか、それこそ、いい時間はっきりさせないですよね。そうそうそう。あんまこっちの時間帯でて、点取れりゃいいけどね。点取れなかったら。いやー、相手なんかさ、あれもいるもん、交代も、うん、そう、やっぱさ、そういうさ、組織としてのさ、なんか体力みたいなのがやっぱりうちよりあるから、うん、そうだよね、いけー、オーケー、マジよ、どんどん狙っていこう、コペル、今10分だよ、10分経過。ここでクロちゃんが反応するで、あの人なんか面白いんだよ、なんか声がさあ、あとマークのカバーリングね、いや、ヒロミ、ヒロミ、お、やめな、ヒロミ逆10番見ろ、あ、おー、あー、おー、これはやばい、オーケー、びっくりした、ねえ、いいのか悪いのか分からない、いや、クロちゃんはなんかね、不思議だ、今はなんかね、プレミアで言うとジェームスみたいなやつなんじゃない、え、いい時はいいけど、悪い時はずっこけまん、あ、あー、オーケーオーケーオーケー、いいよ、あ、出てみるよ、ヒロミさん、もう一回マークつこう、フリーフリーだ、広がれ、飛べ、フリーフリーフリー、ターンターン、オッケー、オッケー、昔よりさ、でもさ、ボールキープする時間も長いんだよね、うち前いた時より、うん、10番行け、10番、ヒロミ10番見とけ、後ろから、オッケーよ、ナイスカバー、はい、もう一回、もう一回マーキング、中から、中から、中から、オッケー、今さ、やっぱ密集してる時がうち強いんだよね、うん、それが時間が足り、おお、うん、あ、でもなんかバキっていう感じじゃなかったから、あ、見た見た見た、え、あ、無理に電話ある、あ、体力も考えながらやった方がね、まだ伊藤君が上がってないもんな、おお、あー、タクちゃんか、惜しいな、あ、おもれおもれぞこれ、あ、惜しいな、オッケー、いい声、いい声、こう10番離さないで、10番、うん、すいません、いけさん、あろう、いけさん、あろう、いけさん、あろう、いいよ、10番離すなよ、10番、行け、うん、ここダメなんだよ、このグラウンド結構俺嫌いだもん、やっと、やっと、あー、惜しい、なかなかいい感じだね、ただな、このペースのうちに点欲しいけどな、え、うちね、結構最初はいいんだよね、なんか最初からさ、もうこれはダメだっていうのはね、イーグル戦っていうところだけなんだよね、うん、なんかペースになった時にちょっとバタバタ、そうなんだよ、結局自力はあっちが上だけどさ、耐えきれればさ、ね、結構そう、なんか点取られた時にさ、今までのやつが全部やっぱ崩れちゃうんだよね、体力的な問題も精神的な問題も、うん、そう、なんか割り切ってね、ここはここっていうか、
方が面白かったよ。よし、OK、いいね、いいね、 OK、 いいよ、いいよ、いいよ、もういいもん、みんなね、もうゼロと言われてえゼロと言われてるねえの、あーでも持ってくんねえかなと思っていや、無理なんじゃない、それは、うん、だから結局この間も後半ガクって体力落ちたからね、あ、うん、ああ、てかそんなセンターとか都合がよく言ってくれるかどうかっていうのがあるからね、秘密でしてきたシナポジションからまあねそうだね、そうしないと対応できないよね、イメージが。あ、いいね、高山くん。しかも、うん、初めてなんだけどね、フィールドは今年。うん。コベル15分。どこやったらしいっすよ。え？どこやったらしい。あ、そうなんだ。草サッカーの。ああ。さすが。俺もなんか引退してからそういうことやる気もしねえけど。あんま今ボール蹴る気がしねえもん。結構もうおっさん軍団はそう思ってるの多いんじゃない？メンタルって書いてあるじゃないですか、あの、引退してますね。ああ。あれってやっぱ、こうやって仕事してますか？てか、もうさ、若い人間じゃ勝てねえじゃん。いろんな面で、体力とか。知りたくなるな。いや、だからさ、別にエンジョイをやろうと思ってんだけど。うん。OK、入った！おお、いいよいいよ、いいねー、タラガケ、オッケー、現役の100円ショップで買ったストップウォッチの電球がなくなってます。え、あー、 目の白く、でもそれもう結構何年もですね、これ。ボール吹いちゃうと思うから。ああ。あれ、コンタクトは？一応してるんですよね。コンタクトしてそうなんの？なんか目が悪いんで、ボール捉えきれないんですよ。それ怖えな。反応遅くなるでしょ。仕事は大丈夫なの、仕事は。あの、返しの動きしてないんで。ああ。走ってての、揺れてる時とか、通知のボールなんか捉えきれないんですよね、目でなんか。運転は大丈夫なんだじゃん。運転台は、あれ、怖いもんね。なんかちょっと危ないです、これ。え？スピード出すと危ないですね。あんま出さないんでしょ、普段は。うん。スピードね、別に出したって、実はそんなさ、終わる時間変わんないんだよね。うん。10分、20分は速くなるかもしんないけどさ、労力もきついしさ、なんかあった時の方がかえってやべえから。普段乗用車運転しないじゃないですか。乗用車運転したんですよ、高速で。うん。なんかスピード出たらもう目、なんか耐えきれないって思うのか。あ、そうなんだ。あ、それに慣れちゃってんだ、もう。遅いので、遅いので、ああ、俺120も怖い、正直言って、はい、あんま乗ってない時だと。120は限界ですね。すっげー飛ばすんですよ、見えない見えないですもんね、はい。あると思うよ。だってあいつらも、だこいつらはさ、どんどんさ人も入れてると思うんだよね。うん。だから俺たちがいた時のメンバーだってどうなってるか。うまいやつは残って。俺あんまり記憶がないんだよ。いやー。ラグビーのメンバー知ってるの？うん。いや、いたんじゃないの？あのさ、大宮でさ、すげえ雨が降った時知らない？マネージャーが来て。あの時のですか、やっぱ。そうそうそう。そう、カップ戦の。ケチャン、ケチャン。やっぱあの、ケチャンの出た日聞いてて、俺。え？ケチャンの出た日ですよ、やっぱ。大宮の、暑くて、試合終わったから土砂降りだった日ですね。そう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 。え、ケツリバナが出たの？怖え。え、原因なんだったの？